민다ではビデオを見てみましょう。그럼영상을함께보시기바랍니다まずプレイヤーはモンスターとなって우선먼저플레이어는몬스터가돼서海から町を襲いに向かいます바닷속에서도시를습격하러갑니다はい町にはここに4人のちっちゃなロボットがいます도시에는이렇게4명의작은로봇이있습니다テレビから見るとこんな感じになって TV 시점으로보면이런느낌입니다怖いロボットが襲ってきました우선로봇이등장했습니다ロボットは頭を使うことで로봇은머리로ビルを壊すことができます빌딩을부술수있습니다今度は逆の立場です이번에는반대시점에서보도록하겠습니다ロボット戦隊たちが로봇히어로들이物を投げて물건을던지면서몬스터になった人はこれを避けなければいけません몬스터가된사람은이날아오는물건을피해야합니다몬스터가やっつけられちゃいました몬스터를쓰러뜨려줍니다そしてロボット戦隊たちはモンスターを宇宙に返します그리고 그리고ヒーロー들은이몬스터를우주로날려버렸습니다はいこれで世界の平和が保たれました이렇게세계의평화가지켜졌습니다